K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表決定トーナメント準決勝第1試合を行います。あのコーナー175センチ65キログラム日本 K-1 ジム恵比寿小比類巻道場ノイリーマサキ1回戦木村フィリップミノルを悶絶させての準決勝進出です。ノイリーマサキ。赤コーナー168センチ65キログラム日本トライハードジム披露。いや一人ずつ的にかけていく。復讐するは我にあり。ヒロヤ。レフリー勝本剛。さあスポーツライター中村さん伺いましょう。この対戦カードポイントどういうところでしょうか。そうですね、やっぱりノイリ選手はこうガードをしっかり上げてプレッシャーをかけていくタイプで、ヒロヤ選手はちょっとスピードと技のキレだと思うんで、はい、そこのぶつかり合いだと思いますね。そうですね、はい、さあ3分3ラウンド始まろうとしています。K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表決定トーナメントベスト4準決勝第1試合です。さあ赤コーナーヒロヤ対青コーナーノイリマサアキによる準決勝が始まりました。マイクロフォンサイドにはマサトさん、そしてアルコ&ピースから平子祐希さん、さらには中村匠さんを迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあマサトさん、この2人の準決勝になりましたね。そうですね、まあ、今ヒロヤ選手がローキックでちょっと様子を伺っている感じですよね、はい、まだこの距離がちょっと遠いですよね、うん、うわ、平子さんどう見てますか。そうですね、お互いに調子は上がってるんでしょうか。 なんかこう静と動の図式のような、うん、ヒロヤ選手の出入りの速さと、はい、その中で隙をこう虎視眈々と見つめるノイリ選手の、そうですね、どこでピンポイントでバスッと決めてくるかですよね。マサトさん、1回戦見てやっぱりヒロヤ選手のローからの作りってことですね。そうですね、はい、ただ今はなんか見てるとゆっくりゆっくりノイリ選手がプレッシャーをかけてるなっていう感じがしますね、はい、中村さん、はい、この2人は本当に10代から戦ってるんですね。そうですね、結構こう節目節目で2人とも戦ってきたまあライバルだと思いますし、はい、前回の対戦はちょっとローブローの減点でちょっとヒロヤ選手が負けてしまったというような展開で、結構展開として互角だったんですよね、うん、はい、パンチから右のローキックにつなげたヒロヤ、赤いグローブです。なので過去の3戦3勝のノイリ選手っていうのもまだちょっとね、数字とはまた違うところあると思うんで、うん、右入れた、いい右、ガードの上だけどいいパンチですよ、はい、うん、パンチ強いですね。あ、入れた、今一つスウェード流れたか、膝です。ノイリ選手ガードの上だけど打たせない方がいいですね、うん、あんまりやってると打たせてると効いてきますよ。なるほど、はい、まあ、1回戦からの木村戦もありましたもんね、うん、左ミドル、これ効いたか、ちょっとガード下がった、ね、しかし平子さん、はい、ノイリ選手が下がらないんですよね。そうですね、躍動感があるのは平田選手の方なんですけど、このじりじりっとこの距離の縮め方が不気味な感じですよね。ノイリの膝いいですね、膝、この膝合わせるの得意ですかね、ノイリ選手、この膝膝でちょっとペースが逆転するしてくるかもしれないですね。あとは構え、ちょっと聞いたかも。あと構えもサウスポーできますかね、ノイリ選手、ね、両方やるんで。今オーソドックスですが、ボディからだ、今度左の膝も出す、本当プレッシャーどんどん強めてきましたね。そうですね、これヒロヤ下がらされ下がるときついですよ。そうですね、ヒロヤ最後蹴りまで返したい、うん、パンチから最後蹴りに行けるか、最後右を飛ばしていきますが、ワンツーガードの上からでも効くというパンチ、うわー、右鼻先かすめた、青いグローブはノイリ正明です、赤いグローブがヒロヤ、2008年の K-1 甲子園優勝者がヒロヤ、その翌年準決勝でヒロヤを下し、ノイリが K-1 甲子園2009の頂点に立っています。今結構顔にパンチを集めてるんですけど、これ上下にヒロヤは散らしたいですね、はい、マサトさん、はい、まあ、本当にそういう意味では K-1 甲子園からずっと見てる2人でもありますよね。そうですね、気づけばヒロヤの方が年齢が上なんですね。そうなんです、ヒロヤが24歳で、ノイリ選手は22歳、まだ22ですね、ですね、K-1 が生まれた年に一緒に生まれたのが、ノイリ選手ですね。そうですか、歴史ですね、歴史ですね。さあしかしこれ平子さん伺いましょう、はい、1ラウンドを踏まえて2ラウンドどうですか。ノイリ選手の膝が効果的なので、なんかヒロヤ選手の
あの思い切りのいい一歩の踏み込みがちょっと躊躇してるのかなっていうふうにも見られますよ ね、 そうですね。思い切りの良さをちょっと封印してるかのような。なるほどなるほど、まあ、そうさせているノイリーの攻撃ということですか、この表情です。中村さんいかがでしょう、はい、そうですね、やっぱりあのノイリー選手あの膝をもう足顔面腹左右どっちも蹴れるんで、やっぱり平井選手が不用意に入りづらいんだとは思うんですけど、やっぱり平井選手パンチも蹴りももっとね散らしていけばそこからまたこう展開変わってくると思うんで、それも2ラウンド見たいですよね。ヒロヤにとっては復讐物語です。でもこの2ラウンドはノイリー選手出てくると思いますよ。そうですか。準決勝の第1試合、K1 甲子園10代からこの K1 のリングに立ち続けてくる来た2人です。うおー、右のパンチもう一つ。ヒロヤ、蹴りの間にパンチを先に入れられるか。ヒロヤハイキックにつなげた。赤いグローブヒロヤ、左フック、空を切る、前に出る、ノイリー膝、これだ、毒針毒針、3連発。ヒロヤ本当左下まで蹴りまで返さないと。ヒロヤ打ち下ろし右。いや中村さん、ヒロヤ行ってますね。そうですね、ただここで俺たち蹴りたいですね、やっぱりもう一回。なるほど、なるほど、はい、右パンチ投げたらノイリー選手ね、飛び膝とかもね、そこに合わせてくると思うんで。なるほどね、狙ってますかね。ボディアッパーも絡めていく、右、ヒロヤ膝、これです、2つ。この膝、強烈ですからね。ヒロヤ、ボディだ、入れ替わります。平子さんどうでしょう。あの広井選手が1回戦で見てたあのローキックを持ってあの膝からちょっと距離遠ざけたいですよね。ちょっと出せないですね。ちょっと広井プレッシャー感じてますよ、腹切った腹切ったバックスピンキック狙いを逃さない逃さない逃さない膝膝もう一つ膝止まった広井が止まった止めたレフリーさんのダウンです。この準決勝までは2ノックダウン制です。もう次ダウンできない広谷、やはりこの表情恐るべし、暗殺者スナイパーのようです。ボディだ、アサシンアサシンノイリー、毒針パンチ、右のストレート潜り込んでいきます。残りはまだ1分以上ある。あのノイリー選手体の力強いですね。そうですね、細身ですけどね。残りが1分、わー少し返す、起死回生広谷、わあ右入れた、膝顔面まで届く、前蹴りだ恐るべし。前蹴りはすごいな、あの間合いで膝前蹴りです。もう一つカウンターの膝、膝下がる、まっすぐ下がる、ヒロヤガードしてます、狙ってる、いつ出す、いつ入れる、いつ倒す、ノイリー右左、残りが30分、いやまだヒロヤ死んでいない、目は死んでいない、いやちょっと、おお、一つ返したか、左フック、膝、いや行く、ヒロヤ行く、左入れた、今聞きましたよ、ストレート、ヒロヤ大逆転ストーリーが待っているのか。 K1 生まれ K1 育ち、復活はこの K1 か。最後フック、ノイリー止まった、ノイリー止まった、フック止まった、左フック、いやしかし一つ膝は返しました。壮絶激烈、いやーすごい戦いです。まさとさん、なんかヒロヤ一皮むけましたね。ですね、ちょっと今自信があるんで、昔のヒロヤだったらあそこでやられてますよ。そうですね、いや平子さんどうですか。いやこのヒロヤ選手の起死回生のラッシュと、それでもやっぱり冷静な表情を崩さないノイリー選手の顔がもう怖いぐらいですね。ですね、氷のような表情で淡々と相手を追い詰めますね。中村さん、はい、あもうダメだみたいな空気ありましたよね。そうですね、やっぱただ広谷選手は今総合格闘技とか UFC のファイターと一緒にこうフィジカルトレーニングとかやってて、かなりこのスタミナとかもそういうところを強化してると思うんですよね。なのであそこでまた踏みとどまって、またここから手数出せたというか、そういうこう成果っていうのが本当試されたというかね、それが出たし今のラウンドだったんじゃないですかね。いや、今ノイリー選手もきついですからね。そうですね、はい、これ広谷ここ頑張りどころですよ、お互いきついところですね。減量とかリカバリーがうまくいったの分かりますね、いや本当に調子いいですね。あとやっぱり年末で K1 で勝ったっていう自信が大きいと思いますよ。なるほど、いや素晴らしい準決勝になっています。日本最強を決めるにふさわしい準決勝、
それが2008年2009年 K-1 甲子園の王者です。大人になった2人が拳を交える、膝をねじ込む、ローキックを叩き込む、右フック、効いた、効いた、側頭部入れましたね。今効いてるか、これ拾いは逆転ストーリーが始まる。すごい拾いの素晴らしい攻撃だ。対角線の攻撃、ノエリも返す、ローキック効いてる、動きが止まった、ノエリの動きが止まった。優勝候補大本命ノエリ、追い込んでいるのが広谷、アッパー、蹴りはない、ボールはないが、ノエリも返さないとダメですよ。そうですね、ストレート打たしちゃダメ。ノエリ止まった、ノエリ止まった、動きが止まった。しかし下がらないか、ボディ膝だ、これだ、いやこれ、これ今お互い本当勝負どころなんで、さあここで踏ん張るのは広谷も、きついけど手出さないと、これ手出さないとまたノエリが盛り返してきますからね。どっちが生き残りたい、世界に行きたいのはどっちだ、ヒロエかノエリか。ポイント上ノエリ選手がダウンを取ってますからね、2ラウンドに。そうなんですね、選手も攻めるだけじゃなくて倒すかダウンまでいかないと、うん、ここはノエリ今休んでますからね。そうですね、ヒロエは行きたい、行かないとダメですね、ダウン取られてるんで。これノエリ選手もあれでしょう、あの左蹴って来た、これだ、カウンターの毒針殺法。しかしヒロエはまだ行く、入れる、左振りながら右のストレート入れています。今度はアッパーも絡めていく、パンチが速い、速い、出た、膝、下がる、ヒロヤ、下げさせる、ノエリ、いやもう決勝戦のことは考えていない、生き残るのはどっちだ、ボディ、ブレイブレイクか、まだ1分あります、まだ1分以上あります、ボディ、ストレート、ああ、お辛くの蹴りも効きましたね、今、そうですね、ボディ効いた、ヒロヤ、ここは我慢ですよ、ダウンを奪っているのがノイリの方です。ヒロヤ行くしかない、ノイリ選手多分サウスポーに構えても逃げ切るでしょう、このまま、うん、なるほど、ここヒロヤ選手で突破できるか、ヒロヤはその壁を越えるか、ブレイクスルーするか。ノイリもガードの上からも効いてますからね、効いてますね、これ打てば倒れますよ。膝、ヒロヤ行く、まだパンチは死んでいない、残り30秒切った、ヒロヤボディーボール、うわー、1つ入ったか、いや完全に止まってます、すごく止まってます、膝逆に出したのはヒロヤ、残り19秒、返す返す、ノエリ、カウンターで握れた、残り10秒、すごい、壮絶すぎる、生き様をかけた戦い、パチ入れてる、ヒロヤノエリ出すが、カウンターで入れる、バックロックが来た、3ラウンド終了。すごい、いや会場が騒然です、いや立ち上がっています。中村さんどうでしたか。いやちょっとこんな試合になると思わなかったですね、やっぱり広谷選手がとにかくすごかった、まず、いやすごい、ただノイリ選手の勝負強さというか、そうですね、はい、あの踏みとどまる自力の強さというか、それも後半は感じましたね、うん、お互いに拳を上げています。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ芹澤29対27、青ノイリー、1人目ノイリ、2ポイント差。ジャッジ千葉28対28、ドロー。3人目はジャッジ豊田29対28、青ノイリ、ノイリが生き残った。壮絶な戦いの末、ヒロヤを下し決勝進出、これが K-1 です。いやすごい試合でしたね、本当にまさしく K-1 のトーナメントの本当死闘っていう感じですね。まだこれ2回戦ですからね、これ広谷選手の表情今どう見てました。いや広谷もなんか負けたけど出し切ったっていう、ちょっと充実した表情に見えますね。平子さんどうでしょう。まさに K-1 を見せられましたね。
これだからあの K1 甲子園から見てきた2人が今まさにねもう世界を牽引する選手に育ったということに対しても胸がいっぱいですね。またこれ強くなるんじゃないですか。平野選手負けはしましたけどね。間違いないでしょう、いや本当にお互いがお互いをこう引き出し合って強くしたようなこの 3×3 分でした。さあ決勝進出は野入正明、その対戦相手がいよいよ決まります。果たして山崎かそれとも久保か。